にちは、イマージョン実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日はですね、少し生物学の方から戦略を考えてみたいということで、生物生存に学ぶ弱者の戦略1ということで、2回続けてですね、お話をしたいと思います。まずね、生き物生存の理由っていうことをちょっと確認してみたいと思いますけども、弱いものでもね、強いものを何倍も努力すれば勝つことができる。これは、確かにね、精神論としてはいいんですけども、ちょっと罰とは言えない、三角ぐらいだと思いますけども、これじゃないんですね。いわゆる弱いように見える生き物たちが厳しい自然界の中で生き抜いている理由について、ちょっとね、冷静に考えてみる必要があるなと、こんなふうに思います。そうするとね、これこそ弱者の戦略って、こんなふうになりますね。じゃあ強さと弱さの定義は何かっていうことで、ちょっとね、例を挙げてみたいと思うんですけども、大きさじゃないんです。力でもないんです。生き残ることができればそれは強さとは言えないということで、勝つものが強いんじゃない、勝ったものが強いと、どっかのね、昔の人気映画、ヤクザ映画に出てくるフレーズですけど、これをね、私好きだったこれベッケンバウアーですね、なんかもこんな話をしてます。そしてですね、例えばこれ例です。これはね、本からの引用で、後ほどね、引用した本もご紹介しますけども、タカが10匹のスズメを食べると。でそうするとね、スズメが10匹のカマキリを食べると、はい。そうするとカマキリが10匹のバッタを食べていると、こういうふうにね、食物連鎖が続くわけですけども、1匹のタカが生きていくためには 10×10×10 で1000匹のバッタが必要だと。でこういうことになるとするとですね、バッタが1000匹なければ生きることができない存在だっていうことに言えるわけですね。となるとですね、逆に弱い存在じゃないかという、一つの見方もできるわけです。じゃあですね、弱者の戦略を考える3つの視点について考えてみたいと思いますけども、一つは食うか食われるかの関係ですね。はい、これ弱肉強食ってよく言いますね。これ弱肉強食ってね、言葉でも言います。これはですね、食われるものがなくなれば、食う方も滅んじゃうんです。これね、今のコロナの関係なんかもこんな関係だって言われてますけどね、食う方も食われる方に依存している弱い存在だって、先ほどね、タカがバッタにっていう話と一緒ですね。そして食われてしまっては元も来ないから、危険から逃れる術、こんな風に言われてます。これが大事だってことですね。それから他の生物との競争関係なんですけども、これは主観競争と、こういう風に言われてます。例えば餌や生息場所をね、争って、そしてですね、生物は熾烈な、戦いを繰り広げてるんですけども、捕食者に、食べられるよりも生活の場をめぐる、競争っていうことで、どこだったら自分の餌はあるのかな、どこだったら暮らしていけるのかなということで、生存場所を作る術を身につける、これも大事なことなんですね。そして3番目、同じ職種の中でも覇権争いが起こります。そうすると種内競争が起こります。はい、例えばね、同じ種内で弱いものが、有利に餌の場を確保しメスを獲得すると、ここでもね、ある意味で種内なんかでも競争があるんですね。で同胞の中でいかに振る舞うかっていう術が重要になると、こんなふうに言われています。これが弱者の戦略を考える3つの視点なんですね。でもうちょっとね、違う観点から見てみたいと思います。食われない戦略、一つは群れる。なんかね、群れるっていうのは弱いみたいなね、言われてますけど、群れるって大事なんですね。天敵にね、対する警戒心力が高まりますから、一頭でね、警戒するよりもね、むしろたくさんの仲間で一緒にいた方が天敵を見つけやすいと、こういうふうに言われています。例えば例としてね、サバンナってありますよね。サバナンっていうのは、異なる動物がみんないっぱい集まってるんですよ。異能集団チームになってて、どんなことが起きるかっていうと、例えばガセルっていうのはね、音に敏感でいち早くね、物事に察知る、気がつくことができるんですね。逆にね、キリンは遠くですね、首が長くて背も高いですから、遠くを見渡すことができる。シマウマはもうちょっと近く分かるというように、自分のね、得意技を生かしながら、お互いに補完しながらっていうのが、このサバンナの群れなんですよ。そしてですね、群れることによって自分がね、襲われるリスクが減ります。というのは、自分が気づかなかったら気づきますから、ライオンがね、群れに襲われたといってもね、もう一つの、これはね、ちょっと残虐な観点なんですけども、餌食になるのは1頭だけで、これは希釈効果と言われていますけども、群れ全体としては生き残れると、こんなことが言われています。そして逃げる、
強い村はね単純に弱い村は逆に複雑な戦いをした方がいいんですね。だから直線的な勝負をすると、まあ、横綱相撲じゃないですけどもそれは強い方の戦略ですから、どちらかでいうと、まあ、単純じゃなくて複雑にするということで、まあ、蝶々なんかも なんかもねなかなか捕まらないですね。蝶々のひらひら飛行法なんかは、まあ、こんなこと言われてます。それから良い生物の多くはね敏感な感覚器官が発達します。例えばはいウサギの耳ですね。長いのはこれはね敏感にね敵が近づかないようにと発達したと。それからこれ知ってますかね、牛とか鹿なんかは180度ね耳が回るんです。これいろんなところにね聞き耳立ててね敵が近づかないようにすると言われてます。そして、馬これはね目が前じゃなくて横についてますね。これは何かっていうと顔の横についてるっていうのはもう180度360度見えるようにしてると、こんな風に言われてます。これもねある意味で、これ逃げるための人と発達したと言われてます。そして隠れるこれも大事なんですね。これ島の法則ってことなんですけども、これはねフォスターっていう動物学者が提唱したことで有名ですけども、例えばね、島はですね、大陸に比べると天敵が少ないです。大陸はものすごくいろんな天敵が多いです。そうすると孤立した小さな島で鹿とかイノシシのような大きな動物が体が小さくなっちゃう、こんな風に言われてます。逆にネズミとか、小さな動物はね島に住むと、大陸に住むよりも大きくなる、巨大化すると言われてます。これは、まあ、こちらにあるように、ね、島の法則っていう形で隠れるかどうか隠れやすいかどうかってことです。あれガの変容なんてねこれもですねカメレオンなんて話もありますけども、19世紀にねヨーロッパの国で工業化が進みました。これイギリスのね大島フリエダシャクというちょっとね下がみそうになりますけど、ガが、まあ、最初に報告されましたが次第に、その他のガも確認されるようになったと。これはね前の風景に合わせて目当てない色のガが生まれるってことで、当初は白だったのが黒のガが生まれるとか、こういうことです。これ生態学では、まあ、両分けの戦略って言われまして、まあ、できるだけね生き残りやすいように、白が生き残っても黒が生き残ってもいいというように生存のためにやってるってことですね。まあ、ある意味でコロナウイルスが今イギリス側だとかインド側だと言われてますけど、これもね、まあ、同じような考え方で、コロナスは変化というね、まあ、こんな原則に基づくものじゃないかと言われています。そしてずらすってことですね。これずらす何かというと、天敵やライバルの居場所は、時間を避けて強者のいない場所や時間を選ぶということですね。これは、条件がいいところはね競争が激しいです。それから少しね条件が悪いところに移るっていうようなことをあえて行うということをこれずらすっていう効果ですね。有名な実験でガウゼの実験をちょっとご紹介したいと思いますけども、これゾウリムシとですねヒメゾウリムシ、水や餌がね豊富にもあるにもかかわらず、ゾウリムシはヒメゾウリムシに駆逐されてしまうんです。だから生き残りをかけて、まあ、ゾウリムシ間の競争をして同じところでやるとヒメゾウリムシが勝っちゃう、ゾウリムシはなくなっちゃう、こんなこと言われてます。ナンバーワンで生き残ろうとするとね、もう一つ変わります。ゾウリムシと今度緑ゾウリムシを入れました。こうするとどうなるかというとずらしながら共生していったんです。でゾウリムシはですね水槽の上の方に来て大腸菌を餌にしたと。そして緑ゾウリムシはですねどちらかというと水槽の下の方に行って酵母菌をね餌にする、とりあえず住む世界を変えることによって生き残る、こういうふうに、住み分けをする、お互い生き残るまで必死ですから、やっていたと、こんなことです。そしてですねビジネスの適応は何かということなんですね。これ前違う YouTube でチラッとだけお話ししました。ニッチですね。ニッチで、ね、くぼみってことです。ですから、ある意味でね、くぼみは小さいですから、マーケティングで言うとね、そこには大手企業は入ってこれないっていう、こういうことですね。そうすると、生き物にとってニッチ戦略はナンバーになれるオンリーワンのための戦い。だからそのくぼみがあって、ここしか入れないところを探すような戦いなんですね。ということで、少しね、整理してみたいというのは、こういうふうにね、プレイヤーの数が少ない、それからもう一つは顧客の数が少ない多いになった時に両方とも多い場合は群れる、これすごく大事なんです。ここにあるようにね燕三条、これ新潟の集積ですけどね、とか大田区の基礎技術、京都の施策ネットワーク、まあ、こういうのはね群れながらお互いに助け合っていく、こんなことが言われます。そして右の方ね隠れる、顧客数が多い場合ですよ。サプライチェーンで供給側だね、それからずっと最終のところから製品のサービスをね認識できないプロセスを提供しながらということで、加賀の手袋産業なんかそうだと言われてますしね。それから天帝とかね島の自転車、こんなのも言われてます。それからつながる、これはねプレイヤーがそれぞれ自分の割り当てを持ってですね、複数のプレイヤーが技術連携によって製品を完成させていくということで、京都の西陣織だとか京都のセンス、それから近江のセラミック、
の職人の連携、まあ、こんなのもつながるということですね。そしてずらすってことはもうね、強敵やライバルのいる場所を避けて、強者のいない場所を時間を選ぶ戦略もあるということで、つまりこれずらすってことでマニーだとかその他ですね、まあ、いろんな会社がこういうずらすっていう戦略を取ってるということですね。ということで今日はちょっとまとめをしたいと思いますけども、生物界で生きてるってことは、まあ、実はですね、今見てきたように、まあ、最後ね少し企業名若干ね、ご紹介しましたけれども、ビジネスでもね応用できることなんですね。前半に関してはね、稲垣さんの本を参考に、ちょっと要約をさせていただきました。まあ、これは非常にね7年ぐらい前の本でしたかね、非常に面白かったなというふうに思います。で、中小企業っていうのは、まあ、当然ですけども弱者の戦略で考える必要があるというのはもう今、ね、ご覧になったら大体皆さん実感されると思いますけども、自社のね今までの戦略をね振り返ってね、ぜひねこれからの戦略を考えると、こんなことに役立っていただければと思いまして、ちょっと今日は生物学でちょっとね弱者の戦略を考えると、こんなお話をしました。まあ、こうしたねちょっと書籍を要約して、そして経営学でまとめたようなお話だとか、企業事例、それがニュースになっていることに対するコメント等々いろいろ発信していきますので、ぜひ一緒に学びましょう。よかったらチャンネル登録お願いします。今日もご清聴ありがとうございました。